正解。吉田卓、元オリンピック選手、囚人学園教師。自首の動機は両親の呵責ね。人の心はそう変わらん、まして性癖など、まさかな。囚人学園、念のため探らせておくか。もしかしてあれ、住所も合ってるけど、表札はまだらめってなってる。チャイム押してみろよ。私？押したら壁倒れたりしないよね。たらいが落ちてくるかもしれないぜ。どちら様でしょうか。先生なら今は。高巻ですけど。すぐ行くよ。人住めるんだここ。高巻さん、お前らもか。チーズ、悪いけどモデルの話じゃねえんだ。聞きてえことがあってよ。マダラメが盗作してるってマジ？虐待もなんだろ？正気か？ネットに出てんだよ。これ？くだらない。盗作もありえないが、虐待だと？虐待するほど子供が嫌いなら住み込みの弟子なんて取るものか。それに今は住み込みの門下は俺一人。俺がないと言うんだから疑う余地はない。お前が嘘ついてっかもしんねえだろ。それはくだらない。身寄りのない俺を引き取ってここまで育ててくれたのは先生だ。恩人をこれ以上愚弄する気なら許さん。本当にそうなの？ユースケ、どうしたんだ、大声を出して。こいつらが根も葉もない先生の噂を。許してやりなさい。悪い噂を耳にして彼女のことを心配してきたんだろう。はい。まあこの偏屈な年寄りが万人に好かれているとは自分でも思わんさ。そんな。横から出しゃばってすまなかったね。けどご近所の手前もある。ほどほどに頼めるかね。それじゃ失礼。綺麗だったな。すまん。そうだ、あの絵を見れば先生を信じてもらえるかもしれない。先生の処女作であり代表作、さゆりだ。さゆり？俺が画家を志すきっかけをくれた絵なんだ。綺麗。芸術わかんねえけどこれすげえのはわかる。高巻さんを初めて見たとき、この絵を見たのと同じ感動があった。私？俺はこんな美を追求したい。君を描くこともその一環だと思ってる。どうかモデルの話よろしく頼む。せっかく訪ねてもらったんだが、今日はこれから先生の手伝いなんだ。また日を改めて。それじゃ。なんかいいやつじゃね、二人とも。メメントスで聞いたマダラメは別人なのかもね。せっかく大物見っけたと思ったのによ。異世界ナビはどうなってる？
おい、これナビ。さっきの会話を拾ってたの？この表示、マダラメ先生にもパレスがってことだよね。なんで？マダラメと盗作にアバラヤか。こいつがキーワードみたいだ。つかこれマジで何なんだ。本当にあんなじいさんにもパレスがあんのか。入るには最低限本人の名前と場所が分かればいいんだったな。あとはマダラメがこのアバラヤを何と勘違いしてるかだ。それ鴨志田の学校が城的な？そういうこと。当てずっぽうでもいいから何か言ってこうぜ。急に言われてもよ。とりあえず城とか？候補が見つかりません。じゃあ牢獄は？候補が見つかりません。うわ、めんどくせえ。刑務所、倉庫、それと教育指導室、ついでに牧場。釣りもしねえ。出直すか。画家に関係する建物か。素直に考えると何だろう。ナビゲーションを開始します。開始ってこれ。いつの間に開始したんだ。びっくりしただろう。偶然当たり引いたんだからしょうがねえだろ。もし我が輩が気づかずに歩いてってまた敵に捕まったらどうすんだよ。2本足で歩いた時点で分かれよ。モルガナでもこっち入ったこと気づかないことがあるってこと？認知の歪みが少ないところだと姿くらいしか変わらないこともあるしな。つか、あれ、アバラヤが美術館？マジ？行ってみよう。すごい豪華っていうか趣味が美術館なんだよね。これがマダラメの。パレスは欲に駆られた妄想の景色だ。鴨志田のパレスが城だったようにな。マダラメ先生って現実の美術館にも絵は飾られてるよね。個展も大人気だったし尊敬もされてるし、そんな人がわざわざ美術館を妄想する？言われてみりゃ盗作や虐待とも関係ねえよな。少し入ってみようぜ。ここで頭ひねってても仕方ないだな。つかよ、怪盗に美術館って定番じゃね？さすがはジョーカー、我が輩と同じ気持ちだぜ。しかしすげえ人だかり。よし。
我が輩の定番だな。怪しいな。なるほど。なあ。あのさ。ねえ、やっぱおかしいよ。飾られてるのは同じような人物画ばっかり。古典の時とはまるで。ちょっと待った。こいつメメントスにいたやつじゃねえか？マダラメのことを話してた。中野原夏彦だ。プレートに名前が書かれてる。いやいや、なんであいつが書かれた絵がここにあんだよ。つかこのプレートは書かれてるやつの名前だったのか？普通はタイトルとか作者の名前を書くものだよね。やつの絵がある理由も謎だな。よし、もっと先も調べてみようぜ。おい、これ。おい、これ。じゃねえの。北川雄介って書かれてる。間違いないだろう。え、ならひょっとしてここにある絵って全部。うん、そうだよね。マジか、この人数全部か。前に屋敷に行った時は弟子というか弟子だった連中だろう。最後の一人を除いてな。前の中野原ってやつの件といい、なんとなく見えてきたぜ。よし、もう少し奥を調べてみよう。確信が欲しい。
宝箱。そうだ。これ見ろ。無限の泉？彼らは斑目艦長様が私費を投じて作り上げた作品群である。彼らは自身のあらゆる着想とイマジネーションを生涯艦長様に捧げ続けなければならない。それが叶わぬ者に生きる価値なし。ねえ、これ多分盗作のことだよね。くっそ、とんだ食わせじじいだあの野郎。弟子は俺のものってとこか。本当ならまともな絵描きですらないぜ。画才のある弟子の着想を生活を保証する代わりに盗んでるんだ。まさかと思ったが、たくさん飾ってある人物が、やっぱりあれが認知症の弟子なんだろう。生きる価値なしと来てるぜ。これ多分虐待のことじゃねえの。斑目様の役に立つうちは置いてやるけど、ダメになったら。まるで奴隷や道具じゃない。なんでユウスケは黙ってんだ。かばう理由ねえだろ。引き取ってくれた恩人だって言ってたよね。だからってよ。個展の時にね、飾ってあった絵を私が褒めたの。けど北川くん様子が変だった。もしかしたらあの絵も盗作。どうするよ、これも斑目がターゲットでいいだろ。そう来なくちゃな。待てお前ら、もう一度ユウスケに事実を確認しよう。んだよ確認って。実際に悪事があったのかどうか裏取っといた方がいいってことだよ。めんどくせえ。それに斑目のことまだ知らなすぎるだろ。うん、そうだね。私北川くんに連絡してみるね。モデルの話受ければ真相聞けるかもしれないし。え、やんの？もちろんみんなも来てよ。一人じゃ怖いし。偉い画家の先生か。鴨志田より手強いかもしれねえ。まあユウスケから裏取れるまでは準備だな。怪盗団としての初陣だ。絶対成功させんぞ。
内緒な？マジで。じゃあまた明日な。北川くんから返事来たよ。今日の放課後来てほしいって。そりゃ願ったりだ。最速で予定に入れやがったなあいつ。パレスで見たこと本当かどうか北川くんに確認しないと。おい静かにしろ。例の生徒会長だ。三島が捕まってんのか。見つかったら面倒だな。向こうからバラバラに帰ろうぜ。オッケー、また後でね。いよいよでかい仕事だな。まだらめの尻尾掴んでやろうぜ。んてかアンのやつ遅えな。ごめん、考え事してたらいつの間にか時間過ぎちゃってて。考え事？北川くんってさ、明らかにマダラメのことをかばってるよね。一緒に住んでるんならマダラメの本性知っててもおかしくないのに。
知っててかばってるんだとしたら、まだらめになんか弱み握られてるとか。まあ様子は確かにおかしいよな。つーかこれからそれを調べんだろ。大丈夫なのかモデル。まあ一応準備してたけど。準備？どっか変わってる？言われてみれば確かに。いつも通りだけど。そうか。まあ行こうぜ。北川から話聞かねえと。モデル引き受けたら北川くんかなり喜んでくれてた。絵を描いてもらって場が和んできたら、まだらめの話を出す感じで行こう。高巻さんだけだと思ってたんだがな。二人っきりだと緊張しない？監視だよ。お前が変態なことしねえように。妙な勘繰りはやめてくれ。彼女に異性としての興味は一切ない。え？何か問題でも？ううん、別に。じゃあ始めよう。ねえ北川くん。呼んでんぞ。ダメだね。予定と違うぞ。油断させてとっとと事情言わすはずだろ。こんなんなるってわかるかよ。終わるまで待つしかねえな。マジめんどくせえ。我が輩、部屋の外に出てみようかな。ふん、誰に言ってる。暇すぎるからな。ちょっと偵察でもしてこよう。妙に派手な襖だな。それにあれ鍵か。襖にごつい鍵。何が入ってるんだ。終わった。ダメだ。はあ？ごめん、私じゃダメ。いや違うんだ。ただ今日はちょっと調子が出ない。悪いが日を改めさせてくれ。ふざけんな。何時間待たされたと思ってんだよ。ごめん、今日ね話があって。お前んとこの先生の噂だよ。またそれか。私が古典で見たあの絵、本当は北川くんが描いたんだよね。それはやっぱりそうなんだ。お前の先生マジやべえんだけど。弟子をただのものだと思ってやがる。だから盗作だろうが虐待だろうが、そんなのお構いなしってわけだ。言っとくが、俺らに隠し事は通用しねえからな。何を言ってるんだか。逆らえなかったんでしょう。でも私たちならきっと力に。やめてくれ。お前たちの言う通り、俺たちは先生の作品だ。勘違いしないでくれよ。俺は自分から着想を譲ったんだ。これは盗作とは言わない。先生は今スランプなだけだ。どういうことだ。北川くん出てけばいいだろ。弟子にもみんな逃げられて、それでお前一人ってことじゃねえのかよ。
弟子が師匠を助けて何が悪い。被害者などどこにもいない。身勝手な正義を押し付けるな。俺は弟子として先生を支えている。それの何がいけない。二度と来るな。次は迷惑行為で訴えてやる。待てよ、話は済んでねえんだよ。じゃあ仕方ないな。おい、通報させてもらう。今日はモデルをお願いしたんだ。そもそも他の二人を呼んだ覚えはない。だとこら、リュウジやめなって。落ち着こう。くそ。通報はやめておく。ただし条件がある。条件？高牧さんにモデルを続けてほしい。でもさっき違うって。あれは俺が無意識に君に遠慮してしまっていたから。けどもう心配しなくていい。君が全てをさらけ出してくれるなら俺も全身全霊を込めて最高のラフ画に仕上げてみせる。はあ？ラフ？理想のモデルでラフ画を描けるなって。もちろんお前らは入れないし、今日の話も忘れてもらう。そろそろ新作を先生に提出しないと。いろいろ不都合がある。ラフってヌードでしょ。なんでそんな話になんの。それが条件だからだ。そんなのって、いやそれまずくね。個展の会期中なら昼は先生も不在が多いし、ここを好きに使えるな。少し画材を足しておこう。ちょっと待った。もちろん待とう。君に合わせていつでも予定を空ける。個展が終わる頃までには来てくれ。違う違うって、何勝手に。そろそろ先生がお戻りになる。今日はここまでだ。高牧さん連絡を待ってる。ダメダメ、話終わってないから。おい、どうするよ。まったくだ。くそ、今回は向こうが一枚上手だったぜ。簡単に納得すんな。あれ、モデル終わった。猫バカ、うにゃ。頭おかしいよ絶対。このままじゃヌードだよ。おのれユウスケ、やつのあの言い方じゃセミじゃなくてフルだな。フル、フヌヌードアンドなの。いいから。つか個展が終わる前にマダラメを改心させれば OK ってことじゃね。でも北川くんはマダラメを恩人って思ってる。改心させる必要あるのかな。じゃあアンドノはフルに。ねえから。マダラメだってカモシダと変わんねえ。野郎は親のいないユウスケを利用してやがんだぜ。他の弟子たちと同じひでえ目に遭わされんの見過ごせってのか。けど本人にそれでいいとか言われたままだとなんか悔しいっていうか。アンドノは鴨志田のこと耐えてたから、ユウスケに思うとこがあるんだな。うん。とにかく絶対狙うべきだろう。マダラメは待ってた大物だしよ。ユウスケの目も覚まさせてやろうぜ。俺らと同じになっちまう前にな。そうだよね。まずはマダラメのことを調べないとな。表沙汰になってないこととかまだまだあるかもしんねえし。古典で忙しくなれば
パレスの中を調べやすくなってるかもな。あと私のモデルのことも。新作を提出しないと不都合がって北川くん言ってた。近々まだらめの作品ってことでなんか発表とかあるのかも。じゃあお前の裸世間に大公開ってこと？無理無理。これは何が何でも個展が終わるまでにまだらめを何とかしないとな。早速明日の放課後から動こうぜ。屋上はまた会長さんに見つかると面倒だし、集合はそうだな、渋谷の通路みてえなあそこでいいか。まだらめんちからも近いし。アジトを点々と変えるか。我が輩嫌いじゃないぜ。ちょっと君たち話いいかな。ん？見たとこ君らただの押しかけファンって雰囲気じゃないよね。あの、あ、ごめんごめん、実はまだらめの門下生と知り合いの人間を探してんの。昔東南にあったっていうさゆりって絵があるんだけどね、当時の門下生がまだらめの虐待の腹いせに盗んで出てったって噂をつかんだわけ。なんか聞いたことない？俺？知らねえよ。そうか、被害者がいて初めて事件になる。虐待がないとなれば書きようもないか。一旦出直すかな。時間取らせて悪かったね。私記者やってんの。何かネタあったらここに連絡くれる？それじゃ。今日は解散すっか。させたいやつってのが相当ヤバいやつらしくてね、ネット経由とかで名前出すと面倒なことになるかもしれないんだって。放課後渋谷駅で待たせておくよ。中野原って男の人。中野原、まだらめの弟子だな。向こうから声かけるよう言っといたから。じゃ明日よろしくね。龍二が言ってた噂が本当なら他に被害者がいるはずなんだが。つけておこう。